じゃあお世話になりました。はい、どうもありがとうございました。気をつけてくださいね。気をつけて。よいしょ。じゃあまた来ます。いいです。ふう、あったかい。あ、あ、しまった。GPS がオンになってない。あそこの座標一つ後で手で打たなきゃいけないな。これが全国分の地図、ヤフー地図とか国土地理院地図のデータの中に入れて、それをいちいち認識してるから、10秒20秒で普通起動するところが1分以上かかります。まあいっか。とりあえず走ろう。放送が30分単位なので9時半からかな。あ、いいな、この辺りも。うわ、でっかい橋ですよ。ここは昨日夕方風呂入りに来た露天風呂のとこです。本当にプリミティブな露天風呂だった。あとオーナーさんに昨日聞いたんですけど、あそこなんかやたら 橋とその建物の床の高さが違ってて、降りるときは頭ぶつけるんですよね。で、なんでああいう作りになってるかっていうと、この橋が昔老朽化して作り直したときに、下になんか鉄骨入れてかさ上げしたもんで、建物の高さがずれて、それが暫定対処かと思ったらずっとそのままになってるって話でした。なぜか建物の高さに降りるときに屋根に頭をぶつける高さになってる。で、なんかじゃんじゃんかけ流してるらしいです、あそこは。5分前には太るかな。すごいな、ここガードレールないのは。ウィンドブレーカーいるな。ちょっと風が西風っぽく、お、山柄かな、あれ。ちょっと風向きが。
気持ちいいな。出すか、こっちから来たよな。お分け駅か。小松菜。うん。あ、おはようございます。大沢温泉って書いてある。あれ録画できてるか、これ見えない。できてる。
また放送始めたら喉作りのこと突っ込まれそうだな。今日は花粉症の症状のせいなのか、朝から鼻水が出るわ出るわ。痰も絡んでるし、やっぱり時計がある。時刻表は9時6分の次は10時1分か。よし、暑くなってきた。あ、そっか。ルートのアドレスも
また今これで切れてるだろうから、今日も風強い。まだ宿出たばっかりなんですけどね。菜の花か。菜の花ですね、これは。風強そう。うん、風が結構強いです。西風です。おはようございます。諏訪野さん、おはようございます。早く帰ろう。帰る。今日はいろいろと見に行かなきゃいけないところがあるので。それは今からおいおい説明しましょうか、おいおい。ありがとうございます。お楽しみでしたね。放送開始。あ、ウエントありがとうございます。寝ましたね。ただいびきをだいぶかいたんじゃないかと。鼻詰まってたから朝起きたら。いびき大丈夫だったかな、周りの人。おはようございます。おお、ま、丸いで、今日はこれからですね、まず松崎の町に戻って桜餅を食います。ヒトラー株主。あ、あの株主の人ですね。株の人。また餅食います。餅食って、その後ジャイシ峠っていう私が好きな峠の一つに行って、それで、おはようございます、それで下鴨っていう、そう、店持ち歩いてるんですけどね。あの、私は同泊する人向けのように。で、ジャイシ峠の後は、もし、さすがに大丈夫じゃないかな。あ、靴下、ありがとうございます。ありがとうございますか。おはようございます。うん、おはようございます。で、その後、下鴨っていうところで、あの、河津桜が実は今満開らしいので、盛り上がりましたね。あ、峠調べてない、そういえば。
電波ないんじゃないかな、あそこは。また足湯に入るの？足湯に、いや、もういいや、もういいや。北海道。北海道。両足の駅ですね。あ、あの梅月園って、昨日2軒目見に行ったあの桜餅屋さんだ。ラッピングバスの広告に載ってる。おう。昨日こっち方面だと自転車のように全然見かけなかったんですけど、あ、美味しかったです。珍しく見たな、自転車乗り。今のあの昨日見た溢れちゃうような看板ですね。すごいな、向かい風なのに。うん、水関係、そうですね。今日も何かしら水に関係したあの災難に遭わないようにしよう。今来た。昨日見てない人のためにあらすじを言うとですね、昨日持ち食ってたら、あの自転車ラックに乗せてた自転車が 風が吹いて落ちて、2メートル下の水路にまで落ちて、1回転してそのタイヤ下に落ちたから大丈夫だったんですけどね。六地蔵温泉という話が一つあって、もう一つは昨日この辺の足湯やってるところがあったので、そこに入ったら、あ、そこですね、あの脱いだままそこら辺に置いといた靴下が風に吹かれて足湯の中に。初見さん、いらっしゃいませ。あ、違う、ここじゃないか、これ違うか、すいません、これじゃないです。桜綺麗でした。あ、ライトアップちゃんと映りましたかね。今日は風強いの。今日もかな、強いです。下が犠牲に。あれ、今撮りすぎたっけ、まだ先だったかな。猿ですか、猿。一番のイベント見なかったからスベープ早くお願いします。スベープ、あー、でも YouTube は、そう、あれは映ってるか。写真は、うん、あ、桜の写真のなのかな、今のは。は、入りました。入りましたね、撮りました。温泉の話をしてる気分になってた、今。米印足湯の中に靴下はご遠慮願います。願います。そうですね。海岸線進めば猿に出くわすよ。あ、わかりません。でも今日海岸線避けます。ん？日本語、船ですかね。でん。あ、私のクロスバイクです、普通の。だから良かったですよね。あの後消灯しました。あれ、まだ撮りすぎてないかな。こっちの川もなかなか水は綺麗というわけではないのかな、これ特に。でも綺麗です、景色が。いい。皆さん、あのあと夜11時過ぎまで話してますからね。ここは静岡県。の平禄地蔵温泉で放送しますよ。平禄地蔵温泉？さっきの自転車の人あそこに寄ってるな。あ、ちょっとあの花は昨日のあの花が咲いてるところですね。桜満開今らしいんですよ、河津桜。うん、どうにかなりますが、またあんたか、またあんたかどうか知らないけど、仕方がないじゃないですか、生理現象なんだから。我慢しろ、たって無理です。浜松はもう伺います、うん、あ、か、うん、そう、こっちもいますよ。自転車仲間との今朝も蚊に刺されました。自転車仲間いないんです。爪吉のかな、爪吉の、あ、この左手の川沿いのやつですかね。じゃ週門、あ、今日はですね、そのあの桜見た後に、なんて言ったっけ、小味手、ひらがなで小味手書く。小味手、何の出現が。静岡ですか。手はどこからスタートしたの。今日、あ、昨日スタートしたのは修善寺っていう、やっぱり伊豆半島の上側あたりかな、北側あたり。で、昨日は西名峠ってとこ行ってきました。大変良かったです。民宿では何人の人に南越
雪降雪に似てますねって言われました。南こうせつは言われなかったな、そういや。そういやって普段言われてないよ。放送でしか言われたことないよ。福井アナっていうのは前会社の仲間に言われたんですけどね。西名峠って辛い。西名峠、まあそれなりに。今日は自転車を落とさないようにします。わかりました。あ、はい。あ、でも風に向かい風に対抗して走ってると結構熱くなるな。ウィンドブレーカー切るか切ないかぐらいの時の温度です。また抜かれた。今日は暖かいです、すごく。だって私今日短パンでタイツ履いてないんですけどね。うわ、あっちすごいな。宿に女性はいましたか？うん、いました。たっぷりいました。抜かれて悔しくないですか？抜かれて悔しくない。抜かれて悔しいなんて思ってるうちは青いですね。ブルーですね。おお、すごい。私よりも。ご主人はサイクリストでしたか？朝飯は食べた？一人。朝飯食べました。あ、ここだ。サルート。サルーテかな。あとサルーテって確か人名じゃなかったかな。まあ SF 小説の登場人物って名前見たような気がする。サルーテ。あの水は走ってるうちは割と大丈夫なんですよね。当たり前ですね。そう、あそこです。昨日私の靴下が水没したのはあそこです。ん？乾杯？乾杯。あ、売店やってる。直売所。乾杯ですか。ああ、人名じゃないか。私が見たのはロシア人の名前だったかな。何が美味しかったの？今朝かな。今朝は魚ですかね。おお。あとあそこは。ん？何？あ、花だと思います。走ってる間の方が逆に出にくいですね。今日は60くらいです。いろいろ食べながら走ります。今日食べる予定なのは桜餅と鹿肉ステーキ。小味亭っていうところが最近有名らしくて、今日通るルートの割と近くにあったからルートを変えました。食べたら出さないと。出す。旅行中は初日出ないんですよね、大体。2日目、3日目から通常に戻る。トマト来た。終わりました。自炊道具持ってきたけど、使うとこないな。お願いします。どっかで無理やりコーヒー飲むぐらいかな。コーヒー、お湯沸かして。あ、そうか、延長。チェックします。鹿肉ですか？そう、鹿肉ステーキっていうのをやってるらしいんで。鹿ってうまい？鹿、うまいらしいですよ。カメラのヘルメットの上です。視点よりもちょっと高いぐらい。で、私が見てる方向が見える。工事看板する。無理やり自炊しましょう。そっか、無理やりですか。桜餅を加工するとか。稲取来て、アニマルキングダム来て。ん？稲取ってあそこかな。おはようございます。前あれ、なんだっけ、何焼きそばだったっけ。ロゴの持ってる。あ、違う、肉チャーハンだ。肉チャーさんだから肉チャーハンだ。あ、ここも桜餅売ってる。あれ、バイケンズネットこっちか。馬肉。そうそう、肉チャーという名前の料理でよかったかな、あれは。を食べたのが確か稲取じゃなかったっけ。東伊豆の方ですね。稲取かその周辺あたり、どっか。うん、で、向こうの方に見えてきたのが松崎の町ですね。伊豆も夜走ると鹿たくさんいるからね。そう、鹿うじゃうじゃいるらしいですね。バイクの人が言ってました。夜走っちゃ危ないって言ってました。和骨お、いらっしゃい。おはようございます。あ、おはようございます。あれだ、24? 一度。セブンイレブンの電気宅配車だ。カッパ？イノシシだ。あいつ牙あるからやばくないですか？
やつら牙があるから。どんつく祭り。どんつく。仕方ねえな。お風が。温泉入りましたか。温泉は昨日入りました。あの昨日宿到着直前にあのスルーした温泉にやっぱりあそこにみんなで入りに来てましたよ。宿の人たち、ソロの泊まり客たちが。で露天風呂500円のところを宿でチケット買うと300円。うん、昨日来た道です。昨日は向こう通ったかな。カッパ肉はあれ体型がヒューマノイドだから良くないんじゃないかな、宗教的にとかそういう意味で。カッパ肉はまあ入手できないだろうけど、現実にはカッパってどこですかね。店の名前か。あ、ボンジだ。風が結構強いです。ただこの後走る方向は追い風になるので楽になるはず。かっぱ寿司か。100円の、うん、やっぱこれ昨日対岸走ったところですね。マックスバリがある。木の向こうが走ってる。あ、車ですかね。定食屋来て、どっちにしろ今日行けないです、そこまで。距離的に無理。はい、ございます。距離的に無理でございます。昨日は杉花粉飛散量が今年最多だった。最多か。そう、私が鼻水がもう昨日からだいぶ出てますよ。こっから左に行ったとこだったっけ？系だよな。うん。昨日の桜餅屋さんあっちだったよな。ここは伊豆県です。そう、静岡県と伊豆半島は随分違う。静岡県の市街地の方っていうかな、静岡全体の中で伊豆半島っていうのはまたなんかちょっと分かれてる感じがしますよね。今日は自分家が今日の宿です。サザエ、いや、まああったら食べるかもしれないけれども。あ、昨日のあの神社かな、ここ。いや違う違う、あそこじゃない。あ、文化も。身代わりに。黒田、誰。あ、初見さんいらっしゃいませ。ここは伊豆半島松崎町。PM2.5、まあわかんないですね。空気は霞んでるからいろいろと何か漂ってるんでしょうけど。下田って伊豆急下田駅のこと？下田はそう、伊豆急下田まで行って臨行します、今日は。何つけた方がいいって。11PM か。シャバダバですね。あれ、確か昨日浜名湖までは行かないですねって。どこ、かなり離れてないですかそれ。あれ、昨日通ったのってこの辺じゃなかったっけ。あ、下田まで。二人で冬にこの週末来れてよかったな。ヘルメットつけた方がいい。ヘルメット、まあ保険みたいなもんなんで、あなたが転びやすい人だったらつけた方が最終的に得する可能性が高い。伊豆は神奈川のイメージ。神奈川。伊豆は神奈川。ああ、うん。あ、ここかな。鐘楼門がある。あったあった、桜葉餅。ここはまあ車そんなに走ってないんで、今若干多いですけどね。踊ってる。シューズは SPD の SL じゃない重たいやつです。これ。クロスバイクは結構好
ピード出るからこけると頭が割れます。わ、割れます。今日は私は割れるそうな目にあったことあるからな。到着、桜餅。1人、プレミアム1人がコメントに参加しました。ってくるか。あ、なんか観光バスが来てるな。半袖今回持ってきてないんですけど、半ズボンではあります。父さん、頭が割れるよ。シューズは高いんでしょう。シューズは結構高かったですね、確か。静岡県バカ、何言ってるかわからない。何言ってるんだ。頭痛いは何だろうな。何のネタだろう。ナムコ壁ですね。すね毛、いや、剃らなくてもいいんじゃないかな。すね毛する義務はないはず。じゃあちょっと買ってくるので、また人が映ると面倒だから、できるだけ、どういうことかな。これで。じゃあ買ってきます。壁から出てる棒が危険な気がする。行ってらっしゃい。ちょっと延長タイミング的にギリギリだけど、5分以内で戻ってくれば大丈夫ですね。何があった何があった。ちょっとあの店の中に入るんで一旦あの読み上げ切りますね。
昨日も風あったんですけど、今日もかなり吹いてますね。ね、で今日はなんかあのトレイルランの大会でもうみんな行ったんですよね。ですね。ね、だいぶ人来てましたよね、こっちの方。1500人。トレイルランの参加者1500人って、この街の中によく泊まれたよな。で、昨日や BB ロードで聞いたんですけど、こっちの方の宿とかもう全然多分空いてなかったと思います。たまたま私があの少し外れたところにある BB ロードに電話して昨日普通に泊まれたんですけどね。あれ今言ってるかな、言ってない。あ、流れてきた。なんか今止まりましたね。電波は届かなかったらしい。読み上げが全くしてないとまた雰囲気変わりますね。うん、1個だけ。ああ、甘さがちょうどいいというか、うまいな。甘いだけじゃなくて、あとこの、桜の葉っぱの生産量日本一のためか、裏表に2枚使ってありますね。8個入りで1100円なので1個100何十円かかな、140円50円くらいかな。あれ園長今働きました。うん、今回の走行距離は60キロオーバーぐらい。予定ルートの URL 見に行くと細かいデータが出ます。ここは桜餅屋さん。あ、園長来てました。ただ園長認識できてないっぽいのでちょっとコメントが見えなくなりますけど、再接続します。ツールの方映像は続きます。うん、お金どうしてんの。お金、お金か。銀行に行くとお金もらえるので、あの ATM にカード入れたりするとお金が出てくるので、それ使って生活してます。
あ、朝食は別に食べてきました。じゃあどうも。ありがとうございました。ドキ、こっちでした。ごちそうさまでした。風が。さっきところでなんで倒れたんですかね。気がついたら倒れてた。ナマコ。ナマコ壁。ナマコだ。おっと、引かない。どうして。もうちょっと待ちよう。で、ポータブルワイファイをこっちつないで。ナマコマーケット風でしょうね。ボロボロサドル。でももう一個桜餅の店あったけど、まあいいか。とりあえず大師峠に向かおう。でこっから先あの電波あったかどうか確認してないんですよ。桜餅うまいですね。キャリア何使ってるの？キャリアは日東の MT キャンピーっていうのをクロスバイクに無理やりつけてます。これマウンテンバイク用なんで、あのここのクリアランスが1センチ2センチぐらいしかないんですよ。もう一軒、いや、もう行こうかな。お、あ、あ、あ、破れてる、もう。ただいまから訓練放送を行います。空襲警報、空襲警報、もう一軒、訓練放送。ああ困った。訓練大きな地震が、ああなるほど。逃げろ逃げろ。なんか茶化しちゃいかんのだろうけど。観光ツアーバスを降りて人選大勢だな。退避しろ。空襲。川の河口にあるセカチュウの堤防に行こうよ。セカチュウの堤防。上から来るぞ。気をつけろ。でも私セカチュウ知らないもんで。真面目に訓練しましょう。訓練本番から。これは高台に行かなきゃダメですよね、本当に。訓練参加。訓練わらわら。竹槍前。明日で2年だからだね。練習決まって。明日で2年？3月11日か、なるほど。ここも津波被害すごそうだからね。懐かしい松崎、田んぼ道なんで。松崎です。田んぼ、あ、田んぼは多分今日通る道にありますよ。蛇石峠の道は田んぼとか菜の花のイメージがあるんで、私は。自転車。これ、土ではない、田舎。ていうか、この今この場所は田舎じゃない。コンビニがある時点で。
全然不便じゃないここ。松崎にコンビニあったんですね。そういやサークル系のろし、のろしって何煙って書くんだっけ。オオカミ煙、なんかそんな感じでしたよね。のろし、ジャイシ峠まで9キロ。ここモスバーガーあるんやで。あ、モスバーガー、なんか昨日言ってましたね、コメントで誰か。のろしと書かれても私は読めないんだよな、漢字は。あの耳で聞いてるから。鳥取に松崎あるんでしたっけ。ちょっと下にいらっしゃいませ。鳥取に松崎あるのか。私が知ってる松崎こっちだけなんですよ、伊豆半島の。茂松崎、茂松崎、黒い、真っ黒でございます。仕事はしてないんですか。仕事は、仕事してるかどうかも秘密。なんで狼なんだろう。でもって明日は仕事です。仕事。石辺は行かないのか。石辺、ああ海沿いですね。そう海沿いの方には行かずにもう内陸に向かってます。何工場？桜の葉っぱ工場か。生配信お仕事です。生配信お仕事で食っていけたらいいでしょうね。来年もない音楽会に出てたね。生活保護29万で生きていけない。生主という何公務員か。これでもリーダーと呼ばれています。 あれまだスタッフの人立ってる。もやしって中国で作ってるんじゃないの。あれなんで。普通の会社員だよ。自動車来まして。裏山生活保護、わら。あれなんで6時にスタートしたはずじゃなかったっけ。公務員っぽい。あ、公務員っぽい。なんでまだスタッフの人立ってるんですかね。あとは風が追い風になってないのおかしいな。あ、まだ西に向かってないか。医療関係じゃなかったっけ。医療関係、お医者さん風ですね。老人ホームからですか。老人ホームからですか。うん。技師でありアナウンサーでもある。技師か、将棋の技師か。技師の公務員。もやしは国産でも種は中国だったりするらしいね。種、ああ、そうか、植物系の種がどっからとかいうの、特に。テレビでアナウンスされてましたね。フジテレビでアナウンス、何が。フォークシンガーっぽいアナウンサー。アナウンサー、顔は福井アナに似てると言われます。コンピュータのデータベースの仕事といえばあそこしかないやん。あそこか、参ったな。ホワイト餃子うか、ま、予定ルートと違うの。ホワイト餃子、この間食いました。いや、予定ルート通りですよ。全車飛びしてる。そんな毎日やってるわけじゃないっす。今日は日曜日、明日は月曜日。ありがとうございます。で、今何の話。天気は曇ってるんですよ。これ日が薄日が差してる感じかな。仕事中そうそう、私は自分の本名とか特に隠してないけど、何の仕事してるかとか会社がどうとかいう話は秘密にしてます。会社が絡むと面倒くさそうだし。仕事中には見るなよ、うるさいから。オートフォーカスがそのままです。わら。仕事中には見るなよは今のは どこで切るんだ。仕事をやってる合間に見るなって話なのか、仕事のことばっかり聞くやつは聞くなっていう見るなっていう話なのか。おはようございます。ジーク、ジェシーさん、おはようございます。選挙権ですか。あったっけ。あるよな。あっちも話もだね。確か選挙した覚えがありますよ。感じですか。ん、力で旅してる。あ、近場かな。仕事中に生放送してる。まあ近場というか、私はいつも輪行で袋詰めして列車移動してきてから走るので、今日帰りです。ここまで電車で2時間ぐらいだったかな、家から2時間。いや、6時半出て、あれ3時間かかるはずないような。まあそのぐらいのところです。北海道今年行きたいですね。行きたいですね。遠いところも走ってるよ。沖縄とか。青森も遠いくらいあるか細かく
貯金教えるか。やっぱりロマンスカーで。まずてめえが言え。そしたらこっちが言うかというとそうでもない。昔近所の川でロボさん見つけたな。近所の川で。は前後外すパティンですか。どうぞ。前後外して立てるタイプです。北海道しばらく行ってないですね。2.5。なんか目が風向きのせいかもしれないけど、目から涙が。なんで結婚しないの？なんで結婚しないよてめえ。うん。札幌でしたっけ？降ってるって言ってましたねさっき。下一桁例。私は下一桁いくつだったかな。銀行袋来たことある。前あの Z さんとちょっと面白いな。 Z さんと二重曲がり峠っていうところで獅子止め林道っていうのを下ってる時に寒くて、あのウィンドブレーカーの下にあの林行袋巻きました。暖かかったです。お結婚の話はここでは多分結婚の話はここまでだ。修行って聞くと何かの修行のようだ、うん、ひばりっぽかったですよね。岩砂郵便局かな。みそらみそら。アニマルキテイの人はさっきから同じ人ですね。てめえ電波どこまであるかな。多分ジャイシ峠はないと思うんですよね。何もないです。それもいい。この辺りだったっけ、桜の葉っぱ工場あんの。そうでもない。ひか娘の人もまた昨日聞いたと、そのコメントは奥ゆかしくない。コンビニが松崎にありましたね。さっきサークル系と2軒ぐらいあったな。稲取来ない。稲取行かねえ。もう二度と行かないぞ。そんなこと言ってると言ってると言ってあげるみたいな言い方してるけど、船師プラシーみたいだなって思います。ロボさんかっこいい。かっこいい。ありがとうございます。私はそう思ってないと言っても、思ってると言ってもめんどくさそうだな。ペリカン可愛かったですね。人慣れしてるもんだからもう全然逃げない。物理的に接触しそうになって初めて逃げる感じ。まだ追い風ならない。まだ南側に、南向きに走ってるか。営業堂、いや知らないです。どら焼き屋さん塩振るのが、私が伊豆大島はですね、電波ないんですよ、あそこ。元町湖のあたりは確かあったかもしれないけど、サイクルエロー、昨日あの BB ロードってあの宿のオーナーさんが懐かしがってました。私が iPhone に自炊して入れてるあのサイクルエロー見せたら、そうです、旅というか、まあ一泊二日だったら一応旅行と言っていいかなと思って自転車旅行ってタイトルしてますね。山形。山形。好きした人も2回目だ。それで。この野郎。音が来ましたか。あ、さっきの音か。風切り音というか、どっかのあれですね。電線かなんかで鳴ってた音ですね。ピューピュー。晴れるとですね。まあでもこれでも霞んでて春っぽい感じはありますね。菜の花の天ぷらか。いや今日はあの宿泊まってました。昨日は。あのリビロードってあそこの宿なかなかいい感じですよ。ユースホステル以上にユースホステルらしい感じがする。夜あのみんなでテーブルに集まっている時にオーナーさんが積極的に話してくれるんで、みんなで話できた感じですね。で。まあ、料金もユースホステルと同じぐらいだし。なんでクロスバイクにしたんですか。なんでクロスバイク。ロードバイクはドロップハンドルが私あの姿勢的に苦手で、マウンテンバイクでも良かったかな。ギター持ち込みの子が演奏するってとこよね。
こんにちは。昨日はいつに寝たんですか？え、今の人はあれ旅行か？どうだ今の。今すなかったよな。今の証券車で、証券車の折りたたみっぽいやつで、で、あの工事用のヘルメットかぶってた人ですね。もし関係の人かな。ミスチャーなんかマニアックな自転車に乗ってたように見えた。なんだろう今の。同じ姿勢に。あ、私はこっちの方が楽なんですよね。一応このバーエンドバッテンをつけて、多少は、あの、姿勢変えられるようにはなってます。多少だけ。ヘルメットはない。ヘルメットは。でもあれもなんか、ファッションかもしれないし、なんだろうなぁ。あ、で、昨日言う前に電波切れちゃったんで、今日言っときますけど、どこで電波なくなるかわからないので、そうなったらそれ以降真っ暗でございます。あのその場合はとっとと諦めて番組閉じていただいた方がいいと思います。太ももちょっと見せにくいな。これファッション、こっちはいけるかな。 ありがとうございます。銀歯あるある。このスケメットこれいけるかな。行ってみるか。花粉症になんか発症してるっぽい気がします。今回きれい。旗は立てないんですか？旗は立てない。のどかな風景やな。よろしいですね。春の小川、そう、春の小川は何々行くんでしたっけ。いいね。風の吹くまま行きましょう。このガードレールがないのがいいですよね。のどさんの肌の綺麗さは30歳に見えます。30歳ありがとうございます。サラサラ。でもウェブカメラの補正を忘れちゃいけない。サラサラ行くんでしたっけ、春の小川は。あと行くんでしたっけ、サラサーティ。いいですよね。あ、いいな。何今の木、泳ごうぜ。つやつや、ヒネモスの足り。今年の花粉飛散量は例年の2倍。ヒネモスってなんかベヒーモスみたいですよね。落ちてもいいんですよ。落ちない。トロトロ。また何かが起きそう。また何かが、勘弁してください。で今日も自転車あの転がしちゃいましたね。居眠り運転しましょう。居眠り運転がすごくて悲惨よ。悲惨よ。落下フラグですか。これはもう右行ってしまうと山の中入っちゃいますね。こっち行かないと。あ、写真また撮ってない。この川の様子とか。やっぱりなんか写真撮る癖が抜けつつあるな。気にしなくても写真撮ってたのに前まで。一つだけ、和牛バッグはどこの使ってますか。銀行袋はオーストリッチでございます。天下のオーストリッチ、あずま産業さんです。で、これ道かな。道だよな。ライトが、あ、これオーストリッチの輪行袋、マウンテンバイク用軽量型ってやつです。阿蘇さんは2回、あれ ?2 回行ったっけ。自転車で行ったのは1回だけか。また行きたいな。道かな。何歳まで自転車配信続けますか？配信はわかんないですけど、旅行はもう体が動く限り多分やります。ね、あった。こう、よいしょ。やった。うわっ、ちょっと大観峰からの眺めは壮観です。大観峰ですね。うわっ、ちょっと前輪が浮く。危ない危ない。わらわら、ガタガタごっ、前輪が浮く。こいで登れよ。すごい道、こいで登ってますよ。やばい、いい、わらわら、ダブル。今 2,3 回前輪が浮きました。ちょっと写真撮ろうと思って、片手を体の前の方に持って、ハンドルから離したら、そう、伊豆急下田のつもりです。あ、びっくりした。こういう道面白いですよ、でも。ウイリー事件。ありますね。100% 腰とか、よく頑張
りました。30は多分ないと思いますけど、今20、15くらいいったかもしれない。たくましい足は削ねでございます。頑張った、感動した。風センサー付き、すね毛剃っちゃうと風センサーがなくなるので、お地蔵さん風向きが分かんなくなるじゃないですか。イエス、ケズネ。はあ、わあわあ、風センサー、わら、うん、でも実際風センサーというか、あの体感は変わりますよね、ケーソルとだいぶ。7分だと暑いのか、現在地は。そう、タイツは今日履いてません。スネケ、現在地は、ピトー今の笑うところだったのかな、今の、あ、どれだっけ。でもまだ大丈夫みたいですね。大毛ソルトフェロモンでなくなるそうです。フェロモン本当に。カップラーメンは食べたりしますか。わわは、カップラーメン食べます食べます。あの去年末に沖縄行った時はカップラーメン三昧でした。三昧言い過ぎだけど、あの2日間続けて昼食がカップラーメンという日がありました。あの台風みたいな風が吹いて島に閉じ込められたので、フェリーが欠航して、でもあれも面白かったな。電波あるんだね。電波まだ大丈夫みたいですね。毎晩あの人と愛し合ってたよね。あの人とロボさんの真髄は片茹でのスパゲッティ。スレンダーなあの人とん、スパゲッティ。そう、私はあのアルデンテっていうのか、ちょい固めの、スネゲだって言い訳できなくないから。そうそう、スネゲですよ。スネゲしかないじゃないですか。金持ってるんですか。金持ってる。そんなに、あの、あ、沖縄にいたからとかいう話かな、金持ってる話は。私はそんな贅沢してる感じ、贅沢してはしてはいないと思うんですけどね。この趣味やってるとお金そんなに使わないと思ってます。旅費がかかるってだけで旅先でお金落としてないですから。ちょい登り、質素な暮らしですよ。ほんといいね、ここしてないね、桜咲いてる。そうそう、宿とかも7000円級の宿になるともう尻込みして泣きが入るくらいの感じですから。過去に自分で宿取った時に8000円以上は多分ないんじゃないかな。いいですよね。お金がたまっていいはずなのに。うん、やっぱりこっちの道はいい。そこのジャイシ峠の道が好きです。前出張でユースホステルに泊まって、砂漠がやらかかったな。家賃は割と高いですね。もうちょっとあれだったらいいとこに住めるかとか、もっと安いとこに行けるかとか思うんですけどね。 L チキ、コンビニどこでも L チキ売ってるんですか。ハミキチじゃダメなんですか。ハミキチ、山も春ですね、芽吹いてる。あ、山も。この先お店あるのかな。家いらないね。お店はもう下鴨に行くまでないじゃないかな。伊豆の踊り子の銅像があるんですか。踊り子はどこにあるのかな、銅像って。田舎ですが、ワンLDK3万ですよ。エルチキのない生活なんて恐ろしい。人生エル吉。ああ、いいなあ。ここら辺の人車ないと生活成り立たない。うん、車、マスの方に行くにも車いりますよね、ここだったら。自転車で行くにはちょっと遠い。まあ、人によるけどな。遠くねえよとかいう人が絶対いるから。石垣。お、漁師医療。漁師力学の漁師。買い物困る。自転車でなんとかなるさ。もう定年退職したら残りの人生その道具一式で生涯旅しよう。そう。ファミキチではなくファミチキですね。マジ。ファミキチ。いい。マジの里。マンディの里。漁師医療っていうのはなんかすごいなと思って。今はネットスーパーとか便利なサービスもあります。ネット、ああ、そうですね。ファミキチ。ファミキチ、ファミキチ。笑。イノシシ出没注意。
ハミキチっていうのはあのニコ動のボーカロイドの歌に出てくるキーワードなんですけどね、ファミチキじゃなくてハミキチ。釣り吉三平も放送禁止用語です。釣り吉街ですからね。桜下田はスーパー多い。これも河津桜なのかな。ネットスーパーも使ってみようとするとエリアが狭い。そうそう、昨日宿のオーナーさんに聞いて初めて知ったんですけど、河津桜って種が種ができて自然に繁殖するというのがないらしくて、必ず接ぎ木しないと続かないんだそうです。でそれはソメイヨシノもそうだって言われてましたね。そうだったんだ。人間の手が、人間が補助してやらないと種が存続できないなんて。ソメイヨシノは遺伝子的に同一なんだよね。同一らしいですね。それは種としてどうなんだろうって私は思うんですけどね。確かバナナとかもそうでしたっけ。午後は上の雲の飯盒炊飯を探しに行ってきます。飯盒炊飯。三平はヒューマンドラマ。ヒューマン、なんか三平はダイナミックなポーズでの止めっていうのしかイメージ残ってないな。第一村民のばあちゃん、猫が可愛く進化したのと同じようなもんかな。猫が飯盒炊飯、種がないんだね。ウイルスで全滅の可能性が。ウイルスで、そうそう、同じ遺伝子だったら。小さい飼い犬も似たようなもの。バナナは小さい飼い犬。ああ。さんもそうなの。それもやっぱ人間の保護下じゃないと生きていけないからってことですかね。バナナも確か種ないですよね、あれ。あ、これ凍結注意ってのオーナーさんが昨日言ってたけど、必ず凍結注意はもう毎年毎年完全に菜の花、なんていうのかな、固定の業務として必ず何月から何月まではあれを表示してるらしいですね。凍結してるかどうかに関係なく、ほぼ凍結しないそうです。落ち武者ですか。この辺でも冬には凍結するのかな。ケツかける10、種なしバナナなんですよね。バナナ確か種なしですよね。休止の際に立てこもる山さがそう。ロボさんは旅行に行った気分にさせてくれる人。気分、私は旅行気分そのものですけどね、今。菜の花ですか。菜の花ですね。よく咲いてるな、こっちの方は。ちょっとウィンドブレーカー熱い。ソメイと吉野の根結って話さっきしたっけ。ソメイと吉野、あ、知らないです。ソメイ桜と吉野桜っていうのがあるんですかね。イエローカーペット植えてるのかな。イエローカーペット、今私の頭の中だとイエローサブマリンになったな。やった。ふふふ。旅人ってロボさんと中田秀かな。おほほ。中田秀。30分延長しました。高知増強。吉野の桜は昔から有名だった。昨日からまだ待ってるお茶。延長つ。ロボさんはズートルビ時代なのかしら。ズートルビ。菜の花パスタ作りましょう。ソメイは東京かな。ズートルビはコピーバンドなんでしたっけ、それともコミックバンドなんだっけ。ひらがなでズートルビですよね。今日は延長なんですね。うん、今日は延長でやってます。30分の区切りが来るまでもう出発してから走ってきて、ここ途中からラプトリーマスターをおおキャッハモヒカンの人、ノーヘルモヒカンの人がいなかった。抜き替えそう。どうやって？正規マス六ブッサ前傾だな。マチャーキー。でもみんなプレート、ね、ナンバープレート斜めにしてな なかったから、肩着の人たちだ。わらわら。今のオンロードバイクですよね。昼ご飯は鹿肉ステーキを小味ってところで食べるつもりです。これがでも混んでそうだな、休みの日だし。ですわ。おっさん、ああ、わかんないな。バイクだったらゆっくりは難しいんじゃないですかね。そう、行きます、なんとか。あ、またわかりやすい看板だ。最近多いですね。ナンバープレート垂直にしてる人もいるよ。でも昨日の、溢れちゃうよっていうのはわかりやすくてよかったな。昨日の溢れちゃうよ看板は、わかりやすくて、しかもなんか親しみやすい感じになってましたね。安心、危険、分かりやすい。説明責任の時代。そうそう、説明責任なのかな、これも。3月15日までだからもう終わりですね。分かりやすいね。原田建設。分かりやすい。原田建設。読めるのか。小僧は
結構映ってますね。バイクなんか買えませんよね。道路を安全に走りやすくしています。歩けない、歩けない。ジャイシ峠の道も改修してるのか。これ一枚一枚手書きなのか。一枚でしょうね、多分。そうですよね、年金の無駄遣い。なんか印刷でパッという感じではなさそうに見える。あ、電波。じゃあ切れたらそこまでです。どっから、あ、そうだ、今のうちにエリア地図調べとこう。でもう影入ったかな、これ。どっから再開できるか調べとこう。切れたらそこまでのことさ。切れてないっすよ。切れてないっすか。あ、また来た。阿蘇は去年の豪雨被害がお金で結構放置されてる。オートフォーカス。今さら気がつ、はい、今さらかじゃない、さっき餅食った時だ。餅食った時にオートフォーカスオンにしたんだ。夏崎の町からここまでオートフォーカスだったんですね。あ、延長できてしまったか。もうここから電波なさそうというのに手動フォーカスに切り替えました。ありがとうございます。で、フォーマのエリア地図って確か、ちょっとお待ちを。え、先のバイクが突っ込んだって。ま、電波が切れたら久しぶりに外出するか。ま、エリアで検索。やだ、アンテナ立てて。あ、もしかしたら繋がってるかもしれない。電波エリアはずっとないかもしれないですよ。あ、電波エリア内にいるを走るかもしれないですよ。続きはウェブで。どうかな。了解、アンテナ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってって、アンテナ立ててくる。チャットだけ立ててください。お願いします。ヘビーシ峠のところだけ電波ないとか。ヘビーシ峠のところだけ。ロボみたいでございます。今確認します。ちょっと待つよ。かっこいいですね。通信しながらだから遅いな。配信しながらだから。優先中継して。あ、もうすぐ出る。ちょっと待つよ。クロッシーじゃなくてフォーマの方で、伊豆半島に移動して外出できないじゃないか。外出こう、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 こう。峠の前後、直線距離で 2km くらい電波ないね。電波、あ、ありがとうございます。もう、あ、本当だ。で、ここの間が電波なくて、どうせ外出なんて。それ以外だとありますね、事前に。ああ、なるほど、わかりました。なので電波もう少しあるかな。現在地からすると、そこをなんとかお願いします。ああ、もうちょいだけありますね。いや、でももう切れる。あと1キロ以内で切れる。で、これなんて書いてある。何のあたりから。なんとか神社、三島神社かですね。じゃあ電波切れたら三島神社あたりからまた再開します。通信半。昼飯食う時間は13時だとまだ混んでるかな。有名なところらしいんですよ、今日行こうと思ってる小味亭ってところ。ひらがなの小味。昼飯、店あるの？ストリートビューもあったんですよ、小味亭。小味亭で検索すると地図が多分出ると思うんで、しかもストリートビューも見られます。で、見たらなんか、廃屋みたいなのが映ってます。もうすぐぼっち、ぼっちも平気。いや、ぼっちになっても、動画視聴者に向かって私喋ってますから、たまに。でもごくたまにボソッと喋るんで、自分でもどこで喋ったか覚えてないから、自分でもその喋ったのがどこにあるか分かんないんですよ。あ、廃屋っぽい、出ました。どこ行く。今西伊豆にいて西伊豆走ってます。今から行く直近の目標はジャイシ峠、ヘビーシ峠。いい感じになってきた。でもさっき の集落と田んぼの風景もいいですよね。え、これ土砂崩れしたわけじゃないのか。車、なんか静かな車が来た。あれ、プリウスか。
どいなこれは。あ、犬だ、犬。助手席に犬がいた。わらわら。犬はシートベルトつけなくていいのか。自転車落とさないようにしてね。落とさないようにしますよ。言われたね。でももうすでに今日一遍倒してるな。クラクションもらった。プリウスではなかった。あれプリウスじゃない？ひどい。せやな。鳴らされる。赤い屋根の普通の家じゃないか。今のお犬くよって意味だと思いますけどね。どけっていうよりは。どけって意味だともうちょっとあのピーって鳴らしますよね。ピッじゃなくて。あ、量産してるかこれ。あの看板。追いかけます。スピード遅いけど。今日はそれほど、昨日ほどじゃないです、登りは。スライム野郎。量産型、あ、さっきの看板ですね。少し先です。っていうなんか日本語が、ちょっと変な感じがして面白い。先です。焼山ですかね、これは。こんな林道の分岐の先にあるのか。そう、二節例、ちょっと私もそれ思いました。立ち退かないと思うとか。戦場カメラマン風に読めばいいのかな。戦場カメラマン風？いや、曲がんないし。ジャイシは映さない方が良いね。ジャイシ、あれそうなんですか。あれはなんか出るようなとこなんですかね。あの、小川のヘリの方からニュッと出てるあのヘビ石。ジャイシ。ところで靴下は乾いたのかな。靴下、あれも宿に着くまでにだいたい乾いてましたよ。ん、何してる？ん、今なんて。今日は川で遊ぶ配信ありますか？川遊びは、いや、特に。こんなところも電波あったかな。岩砂川なのか、これ。電波でももうすぐなくなります。頑張れよのクラクションだったかも。そう、頑張れよの可能性あり。今日の難所はどこですか？結構さっきの分岐、長く続いてるな。ん、今日のなんて。自転車に対して危険がないの見慣らしてはいかんだろう。危険が、ああ、まあ。頑張れよ、困った。キャロボさん。ところで宿ではハブられてたの、うん、宿では、いや、宿では、配信など盛り上がってましたよ。今日のね、配信はやらない。その限界、ダメか。そろそろ限界未定だ。そろそろか、飛ぶときに、やっぱり、エリア地図正しいですね。今日は雨。じゃあ、残り丸々30分近く暗黒でございます。野口瑞希も、おー、結構冴えてる。電波ダメっぽいですね。いい、この後ちょっと復活するとこがあればそこでさようならって言って、さようなら。お元気でいい。私はで、ああ、涼しい。涼しい風が。また会いましょう。あれはなんだ。また来ます。また。エリア的にはもう完全に外れてますね。もう、あ、もうそろそろか。昔昔。これ炭焼き小屋とか。じゃないか。かな？違うかな？お別れですね。お別れです。寂しいです。私はそんな寂しくない。春はお別れの季節です。外出してきます。お気をつけて。標高、ありがとうございます。標高確か330ぐらいまでしか行かなかったと思うんで。電波はプッチですね。残り200ぐらいか。登ってる間は曇ってていい。下りの時は晴れててほしい。車が多くなった。車がラグがあるのかな。あいやあいやー。
この辺り、これみかんじゃなくて何だろう、限界か、限界らしいです。今日はいつ頃抜きますか。抜きますか、下ネタか。コメント時はまだ来てるな。野良っぽいみかんが、野良っぽいから大丈夫だよな、あれ。ちょっともういどいてみよう。電波仕事しろ。コメントだけ来るな。まあ、すったそう。次のジャイシまで家がほとんどない。笑。ああ、峠ですからね。届くか届くか、届いた。よいしょ。あっちもあるな。食料確保てかデザートかな。これちょっとめちゃくちゃ硬いからいらない。よし、チャットは一応コメントは来てますね。コメント返してみるか。こうね、では来てますね。というこっちからのコメント届かないな。よいしょ。ジャイシ峠にこんなとこあったっけ、杉林の。